ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はナスを使ったコンポートを作りました。ポリフェノールでナスの紫色の色素、ナスニンの色をそのまま生かしてデザートにしました。ヨーグルトやパンナコッタにのせたり、凍らせてクラッシュすればシャーベットになります。色が綺麗な煮たシロップはサイダーで割れば飲み物にもなります。ナスの皮は剥いて細かく刻んでおきます。水にさらしてアクを抜いておきます。ナスの身の方は食べやすい大きさにカットします。今回は輪切りですが、シャーベットにするんだったらもうちょっと小さく切った方が使いやすいです。レモン汁大さじ3杯分を取っておきます。鍋に水、砂糖を入れて沸かし、そこへ皮を入れて煮立てます。レモン汁も加えます。カットした身の方も加えて煮立てます。この時弱火だと紫の色が綺麗に出ないので強火で加熱します。煮る時間は約8分。バニラエッセンスも加えて出来上がりです。煮汁ごと器に入れて冷やします。出来上がったばかりはまだナス感たっぷりですが、一晩つけておくと全部が綺麗な紫色に染まります。そのまま食べても甘酸っぱくて美味しいナスのコンポートになりました。あとはアレンジいろいろ楽しんでみてくださいね。冷凍保存もできるので、ナスがいっぱい取れた時におすすめです。分量は一番最後に参考にしてくださいね。調理のポイントは弱火ではなく強火でさっと8分煮たら完成。すぐ冷まします。茶色くならずに鮮やかな紫色になります。ナスの味噌汁を色よく仕上げるポイントもお伝えしています。よろしければベジフルキッチンエッセンスで検索。毎週土曜日夜8時公開予定です。